こんにちは、生活冒険家のラルです。今日はですね、よくある質問なんですけども、このお家でどのくらいの荷物を運んでるのというところを、紹介していきたいなと思います。はい、じゃあ早速、全てのものを外に出していこうと思います。はい、とこんな感じでですね、全荷物が出し終わりました。意外と多いって思ったのが、僕の感想でした。結構トビーなんかいろいろ収納、入るんだなっていう印象ですね。で実際にじゃあそれぞれのなんかこういった箱ですね、箱が多いんで中に何が入ってるのかっていうのをちょっと見ていきたいなと思います。まず寝袋っすね、この寝袋はっすね、モンベルの1番バローバッグの1番使ってて、まあ、ここに書いてある通りですね、まあ、マイナス10度とかまで、まあ、いけちゃうよっていう感じですね、この冬こいつがいたから乗り越えられたっていうアイテムですね。こちらが、1年分の服がここに入っていて、こんな感じですね。ちょっと T シャツが多めなんですけども、 T シャツとあともタオル類、まあ、ちょっとしたこんな感じで美味しく食べる山菜の本だったり、まあ、あの靴下、あとこちら下着っすねが入ってたりします。あとは、まあ、僕の名刺があったりとか、あとこの箱にはまあこうやって CD ドライバーとかそういった小物が入ってます。そしてこれが、いわゆる食器類が入ってる箱ですね。でこんな形でいただき物のお酢だったりスプーン、箸、こちらはキャンプ道具の鍋、塩とかあったり、まあ、お皿とか入ってたりっていう感じですね。続いて、こちらはですね、細かい雑多なものが入ってるんですけども、例えば、まあ、充電池の、充電器とか、あとは、まあ、夏メインですけども蚊取り線香ですね、なんかっていうものが入ってたりします。とスコップと、あと、まあ、ナイフですね、まあ、緊急用のトイレットペーパーとトイレ用のペットボトルですね。他には僕の使ってるモバイルバッテリーですね。これとソーラーパネルがあれば電気が作れて蓄電もできちゃうっていう優れものです、続いて玄関マットと、旅の友ウクレレ、あとこれがもともとこんな感じでベッドのマットレスなんですけども、これに布をかけて、ソファーとして使ったりしてます、あとはアクテリックスのバックパックと、そしてこの竹かごは、まあ、こうやってLED ランタンが入ってたり、あとですね、僕の、最近のマイブームがお茶でして、こうやって友達が作った、トゥルシー茶だったり、まあ、友達がくれた、紅茶、珍しいアイ茶なんかって感じでですね、こうやっていろんなお茶をが入ってたりします。このカピカピなのはあれですね、ヘチマタワシ、タワシは、プラスチックじゃなくて、ヘチマのタワシを使ってます。あとは、お茶セットですね。こういった形でここに網がついてるので、特にそのまま茶葉を入れるだけでお湯を沸かせる、ティーポットと、あと昔インドに行った際に買ったチャイカップですね、玉の晩酌用のウイスキー、はい、もうこういった、まあ、タオルケット類とペットボトル湯たんぽ、絵を描くのが好きなので、絵の具セット、まあ、洗濯物用のハンガー、長靴、サラリーマン辞めるときに同期からもらったもの、父親からもらった、モンベルの古い、カッパ、あとは夏用の網戸ですね、自作しました。あとはこんな、ハワイの、ポケットサックスっていう、楽器なんかも、持ってます。これがですね、パカッと開けると、カセットコンロが入ってて、あとこれはスマキャンプ用のちっちゃく、なるカセットコンロですね。あとはよいしょ、こちらが、いわゆる調味料系が入っていて、スパイスの余りだったり、北海道でいただいた蜂蜜、長崎で買わせていただいたお塩、いただいた米粉なんかが入ってたりしますね、そしてこれは廃材で作った食料庫で、こういった形でお米が入ったり、
まあ、土鍋が入ってたりっていう感じですね。最近料理に、興味があって、スパイスを買ってスパイスカレー作ったりもしてます。あとですね、まあ大きなパネルがあるのでそんなに使わないんですけども、アンカーっていう、まあ、電気系強いメーカーのちっちゃなパネル、こちらはですねこんな感じで USB で充電できちゃうんですよね。なんで、まあ、常にモバイルバッテリー挿して、充電しています。あとこちらもソーラーで充電できる、ソーラーランタン、キャリーザサンっていう商品ですね。まあ本当に太陽の下に置いとけばこんな感じで充電してくれて、で、ボタンを押すと光るという感じですね。重宝してます。こちら工具ですね、まあ、小学校の時のお道具セットをそのまま使ってたりするのと、インパクトドライバー、バッテリーチャージャー、ビスなんかも入ってたりするし、こちらの電動ノコギリ、これなんかも、かなり、旅の道中でも、トビーモバイルハウスを直すのに、重宝しました。あと、20リッターのタンク、これに湧き水汲んで、飲み水、洗い水すべて使ってます。あとこれはですね、結構備蓄系が多くて、まあ、お米、あとは、まあ、紅茶だったり、あとは、重要なカセットコンロ用の、ガスなんか、まあ、そういった備蓄系をここには入れてます。あとこれは、一人焚き火用の焚き火台ですね。あとこれなんですけども、これがですね、パオっていうらしくて、長野県で駐車場で出会った女性にいただいたんですけども、中にこうやって綿が入っている板状のもので、包み込んで、鍋とかを保温できるアイテムですね。お米炊くときなんかはこれ土鍋で温めて、これに入れておいたらお米が炊き上がるというような感じで、使わせてもらってます。こちらはですね、小脇内容の商品を持ち歩いてて、まあ、山形県でオーガニックのハーブで石鹸を作ってる、山沢さんという方の石鹸ですね。こういった形でヘチマ水と、あと、まあ、ハーブですね、ローズマリーだったり、あとラベンダーなんかを使った、石鹸を、販売しております。あとは、キャンプに使うような椅子ですね、まあ、正直これはほとんど使わないです、モバイルハウスの中にいるので。あとですね、こちらのガーデンライト、こちらがすごく気に入っていて、こういった形で上にソーラーがついてます。なので、天窓にこうやって引っ掛けておけば、こちらがですね、今充電していて、で、夜こうやって充電が止まると勝手に光ってくれるっていう優れものなんですよね。これが、コードレスなので、好きなところに引っ掛けて、可愛く灯してくれるっていうのですごく気に入ってます。まあ、あとですね、まあ、運転席も簡単に紹介すると、まあ、こんな感じでお風呂セット、これクエン酸で作ったクエン酸リンスと、あとゆるゆるの雪男さんが作ってくれた天然素材でできた、石鹸、あとも手ぬぐいなんか使ってます。あと音楽は、こちらの JBL のフリップ4、こちら使ってます。はい、これがやっぱし、まあ、コードレスで、まあ、運転席でも使えるし、部屋の中に持ち込めば、モバイルハウスの中でも、いい音楽が聴けるっていうので、もう一日中使ってますね。あと、運転席のところは、極力自然なものが目に入るようにしたいので、流木や、こちらは、こっちが、北海道でアイヌのシャーマンのおばあちゃんレラさんに、いただいたイナウっていう神様とつながるためのお守り。あとこちらは麻の繊維で作った、ドリームキャッチャー、こちら、モバイルハウス仲間のシャマールさんにいただきました。あとは、こちらに、こんな感じでですね、多肉植物買ってます。こちらの多肉植物は運転中に水を飲みながら水をお裾分けしてあげたりして、育ててます。あと三脚ですね、こちらの三脚は、メルカリで1500円ぐらいで落札したものです。一人旅には必須アイテムです。ということで、これが僕のモバイルハウスに積んでる全荷物の、紹介でした。実際あんまり使ってないものとかもあるので、まあ、まだ減らせるなっていう感じはあるんですけども、逆に言うと、これだけのものがあれば実は生活ってできちゃうんだよっていうのが、まあ、体現できてるかなというふうに思いました。まあ、そんな感じでですね、まあ、日々暮らしながら、実際に必要なものっていうのを、こうやって考えて取捨選択して、いけたらなっていうふうに、思ってます。何かこう実際に車中泊生活する際に、参考になったりしたらいいなっていうのと、まあ、あとはですね、防災の際とかですね、まあ、本当に最低限必要なものって何なんだろうって考える、そんなきっかけになったら嬉しいなというふうに思います。というわけで、僕のモバイルハウス生活の、全荷物紹介でした。